はいどうもチェリーです。今回はセガのプライズから5等分の花嫁の水着フィギュアが出るということで、ねっとりねチェックしていきたいと思います。まずは一花から見ていきます。2021年1月登場予定ということで、まあがっつり黒の水着でございますわ。なんか微妙に画質が荒いから何とも言えないんですけど、なかなか可愛いんちゃうんかなとは思うんですけどね。下のこのサンダルっていうんですかね、黄色のお花がぐっちり固まった感じ、サンゴ礁かのような、サンダルを履いて、ちょっとねすく水の質に似てるかな、下半身の方は。うん、上はなんかまあただの黒のビキニって感じやけど、若干紺色に見えるような気もする。ただくびれはえぐいし、くびれからの膨らみ具合半端じゃないぞこれ。うわごっついええ体やな。ほんで帽子をばっくりかぶってるっていうね。ただこの帽子と頭の接してる部分のこの線が若干気になる。どうなってんねやろ、この帽子取っちゃえば頭は存在してんのかどうか。まあ存在は絶対してると思いますけど、もともと接着されてるタイプなのか取り外しできるんかちょっと気になりますけどね。いやーでも脇をがっちり見せてくれてるあたり、これはなかなかエロティックなフィギュアになっておりますね。続いてミクなんですけど、登場時期が未定になってます。まあ多分3月4月とかそこらになると思うんですけどね。いやこれね、胸がえげつないことになってる。ちょっと一かとサイズちゃうんちゃうかっていうぐらい、まあまあこう下からすくい上げてるんでしょうね。もうビーチボールみたいな水着でドッスーンいってると思うんですけど、あとねこの手のつき具合、水着でこんなやってるの見たことある？おかしな話よこれ。ずるいて、私服でねがっつりやられてもうってなんのにさ、こんなポッコリ差し取ってクコーンやられたらもうバーイバーイバーイってまうやろこれ。とんでもない何が言いたかった今のはバーンとかボーンとか言っとったらええ思ってるからね。まあ、髪の毛の色もね結構いい感じちゃうかなと思いますけど、ただね国王的に言わしてもらうとがっつりビキニが良かった。ちょっと守りに入りすぎてるわ。ミクって表面は静かなタイプじゃないですか、けども裏はグッと攻めていくタイプやからこそのこの水着でがっつり攻めてほしかった。まあ、サンダルもね、ミクの青色って感じで涼しげな水着スタイルになってますね。続いて四つ葉が2021年の3月登場予定になってます。これはもう発色がやたらと綺麗、オレンジと黄緑のこの激しさ、夏って感じはめちゃめちゃするかな。ほんでね一個気になったんが、ちょっと画像では見にくいかもしれないんですけど、この水着の表面の柄っていうんかな、模様、それがねメロンのアイスにしか見えないんですよ。こんなプラスチックのメロンのアイスって売ってませんでした。今でもあるんかな、ちょっとコンビニじゃあんまり見えひん気はするけど、そういうメロン感を表現してきてる可能性は高いよな。ほんでおまけにやっぱメロンもついてるわけですよ。うん、本元のメロンもありつつ表面のメロンも両方兼ね備えちゃってますね。で足の角度もいいな、四つ葉だけかなこうガツッと片足上げてんのは。ほんでこのサンダルね、四つ葉のクローバーをあしらってあって、一番キャラクターのカラーをしっかり使ってるって感じしますね。お次は樹、2021年2月登場予定。いやーどうでしょう、なんかこうね水着が湿ったような感じ、多分プールなり海なり上がってきた瞬間の水着の質感にしてくれてるんかな。まあちょっとその辺分からんけど、そういう風に見える。ちょっとクリアな感じかな、色的に言うと。ただねなんか顔の違和感があるわ。鼻かな、口、それとも顎。髪型とかは全然いいんですけど、まあこれ角度によってちょっと変わるんかな。まあそういう感じもたまにありますからね。ほんでまあいつきのスタイル的に言うとグラビアアイドルって感じの格好してますよね。写真集かなんか撮影中って感じよな。足元のサンダルはしっかり星模様ついてて、これ水着の下の部分は両サイド何ついてんやろ、
レモンの切り身、蜂蜜レモンかなんか乗ってんのかな、なんか薄い黄色色のやつ乗ってますよね。で髪の毛のところもしっかり星があって、まあお決まりのごとくお胸もバックリいっちゃってますね。髪の毛と水着で一緒の赤色使ってますけど、ちゃんと色分けされとっていい感じちゃうかなと思います。ニノだけおらんわ。おいおいおい、なんで出るよな。いやせめて登場時期未定で出しとってえな。これ出えへんかったら発狂すんで、ほんまに。どんな感じの水着着てんのかな思って、ちょっと胸膨らましとったらあらへんがな、ほんま。まあまあぼちぼち出してくるんでしょうけど、ニノちゃんだけはほんまじらし上手やな。こんだけ出てこんっていう、くじでもなんでもかんでもなかなか出てこないからね。ニノちゃんに関してはまあ今後その発表されるのを楽しみに待っとこうかなと思います。他のプライズのやつも見ていきましょうか。これはリュックかな。5等分の花嫁ってなんか表面に書いとって、めくったら全員の顔が写ってるんでしょうね。しかしこういうプライズ系ってどこの層をターゲットにしてんの。ほんまに中高生しかターゲットにしてなくない。いい大人がこんなんつけへんって。普通に考えて、ちょっとあのディスってるわけではないんだけどね、なかなか厳しいとこある。次は財布ですかね。まあ確かに可愛い、絵柄はごっつい可愛いんやけど、普段アニメの財布とか使え言われたらもう正直無理やもん、どう考えても。まあでも可愛いっちゃ可愛いよな。で最後またこれ怒涛のカバンラッシュですわ。全員の色があるっていうね、全部ガチャ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 なってるやん。まあまあ可愛らしくていいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。プライズっていうことで手に入れる難易度はだいぶ低めになってるから、ちょっとできたら全部集めたいかなとは思ってます。ただニノちゃんほんまに出る？出るよな、さすがに4人もおるんやったら。ちょっと早く発表してほしい感はあるけど、まあちょうどね時期的にはアニメと被ってるから皆さんね争奪戦になるとは思いますけど、まあ国王に関してはね UFO キャッチャーが苦手ということで、確実にネットでねゲットしてしまう可能性はあるんですけどね、やれたらやろうかなと思っております。まあフィギュア出るのもね来年の話なんで、ゆっくり落ち着いて考えていこうかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。